まもなく開演となります。外でお待ちの方は座席にお着きください。館内はすべて禁煙となっております。携帯電話の電源はお切りになるかマナーモードにお切り替えくださいますようお願いいたします。客席内での飲食は禁止となっております。ゴミは各自でお持ち帰りくださいますようお願いいたします。まもなく開演となります。外でお待ちの方は座席にお着きください。それでは定刻となりましたので草津市認知症シンポジウムを開催させていただきます。皆様本日はご対応のところご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます中島ひろえと申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは開会にあたりまして草津市長橋川渉よりご挨拶を申し上げます。橋川市長よろしくお願い申し上げます。皆様おはようございます。草津市認知症シンポジウム開催をいたしましたところ多くの方ご参加をいただきまたオンラインでもご参加をいただきまして誠にありがとうございます。さて、近年高齢化の進展に伴いまして我が国の認知症の方の数は増加をしております。団塊の世代が75歳以上になる令和7年には約700万人となり65歳以上の高齢者の方の5人に1人が認知症になると見込まれているところでございます。本市では認知症の方とそのご家族が安心して生活できる町を作っていこうということで令和2年7月に草津市認知症があっても安心な町づくり条例を制定をいたしました。認知症に関する条例というのは全国的にも珍しく県下では初めてでございます。さらに条例の制定に先駆けまして認知症の方が偶然の事故によって他人のものを壊したりして法律上の損害賠償責任が発生した時の対応といたしまして市が加入する保険により最大1億円を保障する認知症高齢者等個人賠償責任保険事業を開始するなど認知症の方とそのご家族が安心して住み慣れた地域で暮らし続けることができる取り組みを進めております。本日のシンポジウムでは認知症の当事者である丹野様それとパートナーである和光様のお二人からご講演をいただきます。丹野様からは当事者だからこそ日々感じていらっしゃることを中心に今までのご経験をお話しいただきます。和光様からはパートナーとしてのお考えや支援活動についてのお話をいただきます。ご講演の後にはお二人に加えて本市で認知症専門医療を実践いただいている宮川様と草津市在宅医療介護連携センターの吉村様の4人によるパネルディスカッションをお願いをしております。今や認知症は大変身近なものとなっております。本日会場およびオンラインでご参加いただきました皆様が今まで以上に認知症について身近に考えていただき、我がこととして捉えていただく機会となることを願っております。また会場のロビーの方には川柳も掲げておりますのでどうぞまたご覧をいただきたいと思います。認知症があっても安心な町草津を共に作ってまいりましょう。どうぞよろしくお願い申し上げます。
橋川市長におかれましては他の公務のため退席されます。それでは本日ご講演いただくお二人をご紹介させていただきます。お一人目は丹野智文様です。丹野様におかれましては認知症の当事者でありオレンジドア代表理事、当事者ネットワーク代表理事をお務めで、認知症本人大使として全国で活躍されています。お二人目は和光英子様です。和光様におかれましては、公益財団法人認知症の人と家族の会宮城県支部代表で、認知症当事者のパートナーやご家族の支援をされています。丹野様、和光様、本日はよろしくお願いいたします。それでは丹野様、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました丹野智文です。私は熱戸屋仙台で営業職をしていた8年前、39歳の時に若年性アルツハイマー型認知症と診断されました。アルツハイマーと分かった後、妻と二人で職場の社長と上司にアルツハイマーと診断されたことを話をしました。社長は長く働ける環境を作ってあげるからと話をいただき、会社の理解のもと仕事を続けられ、今は事務の仕事をしています。もともとは営業の仕事をしていましたが、診断される5年ほど前から人よりも物覚えが悪いなぁと感じており、仕事をしっかりとやりたいという思いから、それまでも手帳には予定などを記入はしていましたが、それだけではダメだと思い、手帳からノートに変更し、仕事の内容を書くようにしました。だんだんノートに細かな内容など閣僚も増えてきました。お客様が来店すると他のスタッフにお客様が来たから行ってきなと対応させると、キョトンとした顔で丹野さんのお客様でしたとスタッフが駆け寄ってきたりし、そこにお客さんが待ってるから挨拶しなさいと指示されても、どの人が自分のお客様なのかわからなくなったりすることが多くなり、上司から怒られることが増えていきました。怒られるたび、言い訳をするしかできず、時には嘘もつきました。本当におかしいな、どうして覚えていられるのだろうと思っていましたが、誰にも相談できずにいました。ある日、毎日顔を合わせているスタッフの名前も出てこなくなり、声をかけたくてもかけられなくなりました。おかしい。以前とは違う何かを感じ、病院へ行ってみることにしました。病院へ行く前日、心配をかけたくないという思いで、妻へ言おうか言わないか迷っていました。しかし、保険証は妻が持っているし、少しだけ記憶が悪いから、病院へ行ってみるねと話をしたかと思います。妻は驚いていましたが、病院へ行き、ストレスと言われれば、自分でも納得し、気持ちが楽になるのではないかと考えていました。脳神経外科医師診断。医師に大きな病院へ紹介状を書くから、物忘れ外来へ行ってみてって言われ、訳が分からずにいました。次の日、病院の予約を取るために仕事を抜けなければならず、初めて上司に記憶が悪く、病院へ行ったことを告げました。大きな病院へ行くと、検査入院をしてくださいと言われ入院。いろいろな検査を受けました。その結果、先生に言われたのは、アルツハイマーの疑いがあるが、この若さでは診断したことがない。大学病院へ行ってくれとのことでした。大学病院へ入院するまでには、数日間空いていたので、仕事にも出て、同僚に記憶が悪いことを相談してみました。帰ってきた言葉は、俺も同じようなことがあるよ。ストレスじゃないのと言われました。上司にも
アルツハイマーかもと告げると、もしアルツハイマーだったら大変なことだぞって言われ、私の中でアルツハイマーイコール終わりだと感じました。これからどうなのだろうと不安な気持ちでいっぱいでしたが、それでも私自身こんなに元気だし、アルツハイマーではない、何か他の軽い病気ではないかと思っていました。そして数日が経ち、大学病院へ入院。今まで検査した情報は一度忘れて、一から検査をやり直そうと先生に言われ、少しだけほっとしたのを覚えています。検査をすると、まるっきり同じ検査ばかり。嫌にもなりましたが、これで原因がわかるなと思い検査を受けました。でも、私の脳裏にはいつでも、アルツハイマーイコール、終わりという言葉は消えませんでした。検査が終わり、妻と二人で検査結果を聞きました。いろいろな先生とも話をしてみましたが、アルツハイマーで間違いありませんと言われ、やはりみんなと同じ物忘れではなかったなと思ったことを覚えています。その時には、妻には心配をかけたくないと思い、平然とした顔で話を聞いていました。ふと隣を見ると妻が泣いています。その姿を見て、アルツハイマーイコール終わりを思い出しました。妻が帰り一人になると目から涙がこぼれてきました。次の日から進行を遅らせる薬を飲み始め、副作用があるからとさらに数日間入院をしました。担当の先生が心配して毎日病室に来てくれました。病気のことについて気になったことを聞くようにしました。この先、寝たっきりになるのか、会社や子供にはどのように話をしたらよいのかと、先生はきちんと話を聞いてくれたので、気持ちが落ち着きました。日中は病院の人と話をしていたので、病気のことはあまり気にならなかったのですが、夜になり寝ようとすると、病気のことで頭がいっぱいになり、不安で眠れませんでした。その時、アルツハイマーとはどんな病気なのか、もっと知りたいと思い、携帯のインターネットで一晩中調べました。30代アルツハイマーと検索。若年性認知症は進行が早く、何もわからなくなり、寝たっきりなるなどの情報しかありませんでした。また、悪い情報ばかりが目につきました。調べれば調べるほど、早期絶望だと感じてきました。退院後、この先どうしたらよいのか、仕事、クビにならないかなど、不安でいっぱいだったので、何か国からの支援がないかと思い、区役所へ行ってみました。区役所で言われたことは、40歳以下の場合、介護保険が使えないので、何もありませんでした。診断後、どこに相談しても、介護保険の話ばかりで、私が欲しかった情報ではありませんでした。今までの生活をどのようにしたら続けていけるかを知りたかっただけなのに、誰もそのことについて教えてくれることはありませんでした。今までの私は子供たちのためにも何としても働かなければならないと思っていました。会社を辞めるという選択肢は私の気持ちには一切ありませんでした。でも、もう営業はできない。エンジニアの資格もない。私にできるのは車の洗車か掃除ぐらいだろうと考え、妻でも洗車でも働き続けたいと思っていることを伝えました。社長に報告しに行くと、何でもしますから働かせてくださいと言う前に、体は動くんだろう。何でも仕事があるから戻ってきなさいと言われ、総務人事グループへ所属を変更することになりました。とても嬉しかったのですが、嬉しさ半分、認知症になった私が本当に仕事ができるのだろうかととても不安でした。認知症だからとお情けで仕事はしたくはない。みんなに認めてもらうためには
どのようにしたらよいかを考えました。認知症でも記憶が悪いだけで、その他は変わりがないと思っていたからです。では、記憶が悪いなら、すべてをノートに書きながら仕事をすればよいと考えました。そして、2冊のノートを使うようになりました。1冊のノートは、仕事の段取りをすべて変えたノート。もう1冊は、今日やること、やったこと、聞いたこと、上司に提出をしたら、上司の名前と日付を書いておく。すべて終わったら、OK と書いて終了になります。最近では、同僚がノートを貸してと、私のノートを見ながら仕事をするぐらい、マニュアルのようなノートにもなっています。でも、周りの人たちは、1年間ぐらいは、腫れ物に触るような対応でした。ある日、一緒に働いている新人の女性に、丹野さんは何を困ってるのと聞かれたので、素直に話をしました。徐々に私への対応が変わり、仕事がしやすくなったのを感じました。また、夏の暑い日、暑いよね、ビールでも飲みたいねと話をすると、丹野さんは病気でしょ？お酒なんか飲んじゃいけないのではと言われました。担当の先生からは、ダメとは言われてないよと言うと、じゃあ飲みに行きましょうと誘ってくれました。私は病気だから何ができないのか、誘ってよいのかわからないから、みんなも戸惑っているのだと気づきました。それからは、自分ができること、できないこと、やりたいことをきちんと伝えるようにしました。今では、遊びに行きましょうとみんなが誘ってくれるようにもなりました。現在、電車を間違えて会社に遅刻をしたり、自分の机がどこなのかわからなくなったり、上司が誰なのかもわからなくなったりすることもありますが、みんなに聞きながら仕事を続けています。毎日笑顔で出勤をしていたら社長から呼ばれました。やっぱり普通の人のように仕事ができていないから何か言われるのかなと思いドキドキしていました。丹野くん、毎日笑顔で来てくれてありがとう。今までの仕事はできないが、あなたが笑顔でこのように仕事を続けられることが、他の社員も自分が病気になっても安心して働き続けられると思うことなのだから、会社としても応援はするが、私個人としても応援するので、頑張りなさいと話をしてくれました。とても嬉しい言葉でした。だから私は今も働き続けているのです。私は認知症になってからも多くの人たちとの出会いがありました。笑顔で元気な認知症当事者との出会いもあり、数年経っても元気でられることを知りました。この人のように生きたいと思ったことが、私が前向きになるきっかけでした。そして、私が選んだのは、認知症を悔やむのではなく、認知症と共に生きるという道です。今回、アルツハイマーにはなりましたが、家族と過ごす時間が増えたこと、たくさんの人の優しさに触れ合えたこと、悪いことばかりではありません。また、認知症イコール、終わりでもないことに気づきました。病気になって一番辛いことは、病気になったことではなく、妻、子供たち、両親に心配をかけていることです。妻は気にしないふりをして明るく接してますが、陰で病気のことについて調べています。両親は心配で心配でしょうがないのがわかります。本来ならば、これからは私が親孝行しなければならないのに、これから先も心配をかけ続けるかと思うと、とても辛いです。生活していて困ることは、認知症本人だと誰も気がつかないことです。初期の認知症の人は、身体障害者と違く、見た目には普通の人と何も変わりがないからです。なので、
普通に話をかけられますし、物事も頼まれます。普通にやろうとしますが、できないこともあり、そうすると全てが嫌になってしまいます。そこで私は病気をオープンにしようと思いました。病気ということを分かってもらうことで、サポートしてもらえ、支えてくれる人がたくさんいることを知ったからです。しかし、病気をオープンにしようと思うまでには、いろいろと葛藤がありました。まだまだアルツハイマーに偏見を持っている人が多いと思っていたからです。私自身がオープンにしても良いと思っても、家族に迷惑がかかるのではないか、子供たちがいじめられたりしないかなど考えてました。ある日、両親にそのことを相談したら、何も悪いことをしているのではないのだから、私たちのことは気にしないで、自分の思うようにオープンにしなさいと言われました。子供たちにもオープンにして話を頼まれたりやりたいと思っていることを話をしました。もしかしたら友達に知られるかもしれないよと話をすると、パパは良いことをしているのだからいいんじゃないと言ってくれました。私はその言葉でオープンにしようと決めたのです。病気をオープンにすることで、サポートや支援を受けられるようになります。しかし、偏見があるので、オープンにできないと言われる人が多いのも事実です。偏見は自分自身や家族の心の中にあると感じます。実際に偏見の言葉を言われたことがないのに、周りの人から何を言われるのだろう、どのように思われるだろうと考えてしまうからです。私の場合、病気をオープンにしても、偏見の言葉は少なく、助けてくれる人の方が多かったので、どんどんオープンにできたのです。診断されてから薬を飲み始め、薬には副作用があると聞いていましたが、私の場合、今まで薬を飲むことがなかったせいか、とてもひどく出ました。認知症の薬、アリセプトを飲み始め、3ミリグラムからお腹の調子が悪いなどあったが、10ミリグラムに増やしていったときには、頭がぼーっとして、3日間ベッドから起き上がることができませんでした。その後も脳の働きが活発になったのが実感されましたが、寝ていても脳が活発に動いているので、常に夢を見ていて、起きたときに夢なのか現実なのかわからなくなり、混乱する日々が続きました。また、最近では、ご飯を食べると、順調でない汗をかくような副作用もあり、先生と話し合いをして、薬の量を減らしてみたら、ピタリと汗が止まりました。自分が飲んでみて、薬の量を増やすときには、細心の注意が必要だと感じました。以前、中学高校の時の部活の仲間と会う機会がありました。行くまでは、みんなの顔を覚えているかな？昔のこと忘れていないかなと思っていました。仲間に病気のことを知っていてもらいたかったので、アルツハイマーになったことを始めていました。笑いながら、次に会うとき、みんなのこと、忘れていたらごめんねと冗談交じりで言うと、大丈夫、お前が忘れても俺たちが覚えているからと言ってくれ、忘れないように定期的に会おうとも言ってくれました。それまで自分がみんなと仲が切れてしまうのではと心配していましたが、すべて吹き飛びました。私がみんなのこと忘れてもみんなが覚えていてくれる、それでいいじゃないかと思ったからです。これから多くの人の顔を忘れてしまうかもしれません。でもみんなが私のことを忘れないでいてくれる。だから忘れたっていいじゃない。そう思ってこれから生活していこうと思うようにもなりました。私は認知症になっても周りの環境さえ良ければ笑顔で楽しく過ごせることを知りました。そして認知症と診断された後、薬も必要ですが、
環境が一番大切だと感じています。これは若い人でも年配の人でも同じだと思います。人と人とのつながりの環境が大切で、それが私を笑顔にさせてくれたのだと思います。私は診断直後の良き理解者との出会いや、当事者同士の出会いが、その後の人生を大きく変えると実感しています。最初の頃は、周りの人たちは、介護者、世話人などと思っていました。その後、一緒に出かけたりしていると、何かが違うと思うようになり、出会ってきた人たちすべてが、パートナーと思うようになりました。特に現在一緒に活動している人たちは、介護者と思わないし、サポートしてもらいながら何かを一緒にするパートナーと実感しています。できないことをサポートしてもらいながら、できることを一緒にするという考えを持っていれば、みんなパートナーとなるのです。今までは認知症というと何もできなくなるので、やってあげなければと思っている人が多かったと思います。介護が必要なのは、本当に重度になってからだと思います。そして今までは認知症と診断されると、介護保険の話をすぐにされるので、すぐに介護が必要になると連想され、何もできないと決めつけていたのではないかと考えます。できることを奪わないでください。そして時間はかかるかもしれませんが、待ってあげてください。一回できなくても次できるかもと信じてあげてください。そしてできた時には当事者は自信を持ちます。自信を持って行動することはとても大切で、良かれと思いすべてをやってあげたり、できないと決めつけてやってしまうと自信を失い、本当にすべてができなくなってしまいます。失敗しながらも自信を持って行動する。周りの人は失敗しても怒らない。行動を奪わないことが気持ちを安定させ、進行を遅らせるのだと思います。失敗しても怒られない環境が認知症当事者には必要なのです。もちろん、危険なことなどがあったら注意は必要ですが、話し方や言い方によって当事者の捉え方が変わります。当事者は失敗したことは分かっています。分かっていても、なぜ失敗しているのかが分からないだけなのです。失敗して悪かったなと思っているときに、怒鳴られると、どうしようもなく怒りに変わるのです。認知症当事者は、失敗ばかりするので、家族や周りの人たちに、心配をかけたくないと思い、どんなに不本意でも諦めてしまうのです。そして、迷惑をかけないようにと、何もしたくなくなり、鬱になってしまう人が多いのです。普通に生活していても、常に失敗はあるのに、周りから全てをしてもらっているという思いが強いから、そう感じてしまうのだと思います。失敗を恐れずに、自立をする気持ちを強く持つことが大切だと思います。診断直後から、間違えるからと、何でもやってあげることで、工夫することもさせてもらえず、自立を奪っているようにも思います。自立は自分で何でもやることだと思っている人もいますが、私は違うと思います。サポートしてもらいながらも、できることは自分でする。本当の自立とは、自分の意見をはっきり言って、自分で決めること。できないことはできないと、周りに自然に、頼み込めることだと思います。私たち当事者は、守られるのではなく、目的を達成するために、皆さんの力を借りて、課題を乗り越えることが必要だと感じています。もちろんリスクはありますが、守られることで機能の低下を招くのです。今までは、診断直後から、認知症は介護問題として、守らなければならない人と思われてきました。それは、周りの人たちの心配と優しさから来る普通の感情です。
しかし、その感情が診断直後から一人で出かけるのを禁止されたり、財布を持つのを禁止されてしまう当事者が多くいます。なぜ診断直後から管理や監視の対象となってしまうのでしょうか。目が悪くて眼鏡をかけている人たちも 0.7、0.1、0.01 など人それぞれ違うし、皆さんが違う度数の眼鏡をかけています。その人たちをひとまとめにして 0.01 の人のどの強い眼鏡をみんなにかけさせたらどうなると思いますか。合わない人たちは動けなくなってしまうし、どんどん症状も進んでしまうと思うのです。このようなことが認知症の当事者に普通に起きていて、初期でも重度と同じように守らなければならない人とひとまとめにされている現実があります。認知症だっていろいろなタイプがあり、いろいろな段階があり、環境も人それぞれ違うと思うのです。そして認知症と高齢者の老化もひとまとめにしているような気もします。よくうちの施設にいるおじいちゃんやおばあちゃんと丹野くんは全然違うと言われます。そもそも40代と70代、80代は全然違うと思います。年を取れば耳が聞こえづらくなる、目が見えづらくなる、体も動きづらくなる。だから高齢者はさらに生活に支障が出るのだと思います。それを抜きにして、認知症という言葉で同じにするからおかしいのだと思うのです。まずは病名から人を見るのではなく、目の前の人をきちんと見ることが必要だと感じています。確かに進行していって、介護が必要な人たちもいます。その人たちには適切な介護が必要だと思いますし、介護をする方にも適切な支援が必要です。でも、その人たちにも初期の時期があったことを忘れないでほしいのです。今まで認知症は重度になってからのことばかり考えられてきましたが、重度になる前には必ず初期があり、診断直後があるのです。今まで多くの当事者や家族と話をしてきましたが、ワンテンポ、ツーテンポ遅れるだけで、家族が当事者に代わって話をしてしまったり、当事者を横にして、この人は何もできなくなった。話ができなくなった。最近、うろうろするようになったなど言ってる光景をよく見てきました。当事者は、まだ聞く力も残ってるし、考えることもできるのに、本人を目の前にして、そのようなことを言ったら、イライラするし、落ち込むに決まってると思います。よく認知症の人は、怒るようになると言われますが、怒る人になったわけではなく、気づかないうちに皆さんが怒らせてることを分かってほしいのです。診断直後から、継続的に家族へのサポートをもっとお願いしたいと思っています。しかし、そのサポートが家族の困りごとの解決ではなく、当事者の暮らしをより良くすることが中心であってほしいと考えています。支援者に一番最初に相談するのが家族で、家族が大変だという悩みから、支援者は家族の悩みを解決することを優先してしまうので、当事者の困りごとが一切解決されないのです。家族が悪いのではなく、支援者のあり方に課題があるのではないかと考えています。支援者が家族とだけ話をして、家族の困りごとを中心に話を進められるので、結果、家族が楽になるために、当事者の意思とは関係なく、施設や病院へ入れられてしまうこともあります。支援者は、最初に当事者にではなく、家族に挨拶をし、名刺も家族に渡し、冊子も家族に渡して説明している姿をよく見てきました。当事者が無視された対応をされた上に、さらに何を困ってますかなど、一方的な質問しかされないので、
沈黙と感じてしまい、話をしたくなくなるのは当然です。困っている、支援を必要としているのは誰ですか？もちろん、認知症と診断された当事者なのです。認知症になっても、当事者や家族はどうしても認知症になる前の姿を追い求めてしまい、できなくなることを受け入れることができません。認知症と診断されることを恐れて、病院へ行きたがらない人も多くいます。楽しい人生の再構築をするためにも、早期診断、支援とのつながり、社会参加が必要で、異変を感じたら、早く病院や相談窓口へ行ってほしいと思います。私も営業の仕事、好きだった車の運転は諦めましたが、今まで想像ができなかった講演活動など、人生が大きく変わりました。人生は認知症になっても新しく作ることができるのです。認知症と診断された後、病院では薬を出してくれますが、それだけではダメだと感じます。病気を受けられる環境が必要で、本人や家族が安心して暮らしていける環境がなければダメなのです。本人や家族は不安でいっぱいなのです。病院や役所で介護保険の話だけではなく、当事者の話をきちんと聞いて、いろいろと教えてあげてほしいと思います。私が告知され、不安でいっぱいだったとき、どこに何を聞いたらよいかもわからずにいました。何もわからないことが不安を増し、本人や家族をうつなどの他の病気にしてしまうのだと思います。認知症は決して恥ずかしい病気ではありません。誰でもなり得るただの病気です。病気によってできなくなることもありますが、できることもたくさんあります。これからますます増えてくる認知症。皆さんもいつなるかわかりません。ぜひ、みんなで支える社会を作りましょう。このように話ができると、周りの人たちは私の信仰を感じない、認知症らしくないとよく言われます。現在、多くの当事者が元気に活躍をしています。元気でいると診断間違いでは、うちのは進行が早くて大変なんだと、言われたりしています。診断直後の環境によって、良くも悪くもなることを知ってもらいたいだけなのに、元気になることで批判されることはおかしくないですか？これが社会の偏見だと感じています。そして話がこれほどできるのは、いつも多くの仲間たちと話をし、考える機会があるからだと思います。家にいたのでは考えもつかないですし、言葉も出なくなってくると思うのです。皆さんのおかげで、今の私がいると実感しています。私も認知症ですが、同じ認知症仲間を支えていきたいと思っています。ぜひ今日感じたことを、人事ではなく、自分事として持ち帰ってほしいなと思っています。最後に、現在私は、熱と仙台に所属をしながら、認知症に関わる講演活動など、啓発活動をしています。今までは、自分の仕事をしながらやってきましたが、講演依頼が多くなり、このままでは大変だと思い、社長と話し合いをしました。社長は、トヨタ自動車に所属をしている、宇野昌磨のようなスポーツマンと同じように考えてあげるかと言ってくれて、現在は、認知症の活動が仕事になりました。これは、認知症でもできる仕事ではなく、認知症になったからこそできる仕事なのです。これからも笑顔でやっていきたいと思っています。ご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。丹野さんの初めての言葉、アルツハイマーイコール終わりという言葉には最初大変驚きました。ですが、認知症をオープンに
すること、またご本人の終わりのない努力と周りの温かいサポートで笑顔で元気に生活しているご様子を言葉として感銘を受けさせていただきました。認知症本人大使として本音でお話しいただいたご様子、本当にズーム越しから十分伝わってきました。ありがとうございました。続きましては和光様から認知症の人と寄り添いながらと題しましてご講演をいただきます。それでは和光様よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。映像をお願いいたします。はい、皆様こんにちは。公益社団法人認知症の人と家族の会宮城県支部の和光と申します。今日はパワーポイントを使いながらお話をさせていただきます。認知症の人と寄り添いながら、次お願いいたします。私と認知症当事者との出会いは2006年に2人の認知症当事者との出会いから始まりました。当時は若年性認知症の方の出会いの場や相談場所はなかったというよりも、ほぼなかったという状態だったと思います。認知症高齢者が利用するサービスや集いの場所はありましたが、そのような場所に行くと行きたくない。なぜそんなところに行かなければならないのかというような本人からの声があったと聞きます。はい、次お願いいたします。その話を聞いて、私は仲間と一緒に若年性認知症当事者の出会いの場を作ろう、作らなければいけないと思いました。若年性認知症の方の集いの場、翼の発足です。二人の当事者同士の出会いとして、お二人の中の一人 A 氏は60代の男性、元国家公務員の方、 B 氏は50代の男性の方、元会社員をしていらして、その後自営業を始めました。お二人とも在職中に家族が、あ、ちょっと今までと違う、何かおかしいのではないかと気づいたとのことでした。そのことからいろいろなところにご相談に行かれました。そして、高齢者が集まる家族の相談会にも行かれました。しかし、その場は自分たちが行く場所ではないと分かったということで、私たちが相談会の中で出会い、若年性認知症当事者の方の出会いの場は必要だというふうに強く感じたわけです。発足させた当時の活動としては、どんなことをしていたかと言いますと、本人たちの家族の話、それからふるさとのこと、何でも思うことをお話ししました。ここには当事者だけが参加して、ご家族の参加はまだありませんでした。お昼になると昼食をみんなで近くのお店に買いに行く、好きなお弁当を選ぶ。それから何をしたいかとみんなから聞いて、みんなで行事を決めて出かけました。動物園に行ったり、もみじ狩りに行ったり、あるいはお話し合いをしたりと、そんなことをしておりました。次お願いいたします。若年性認知症の方の家族の相談の場もないことが、わかりました。本人たちの思いというのは、若年性認知症の方ですから、まだ働きたいという気持ち、それから認知症と診断されて、社会から切り離されていくような不安、家族に迷惑をかける、負担をかけているのではないかという苦しさ、経済的な悩み、まだまだ家のローンがあったり、子どもたちを教育していかなければいけない状態があったりと、
そんな悩みがありました。そんな本人たちの悩みを聞きながら、家族もまた悩んでおりました。家族の思い、悩みを話せる場も必要だと感じました。私は本人と家族の双方に寄り添う支援が必要だと思い、心がけたことがありました。まず話を否定せずに聞くこと。それは家族の話であっても、本人の話であって、であってもそうです。そして、本人と家族の話の整合性は問わない。本人がこう言っている。家族はあんなこと言ってるけど違うんじゃない。本当は家ではこうなのよ。そんな声もありましたけれども、それは違って当たり前。本人の思い、家族の思いが違うわけですから、その整合性は問いません。そして先ほど丹野さんも言ったように、本人の前で家族は愚痴を言わないようにと願っておりましたが、ついつい家族は本人の前で自分の心の中の愚痴を吐露してしまいました。そこは丹野さんからも強く言われて、本人の前では家族は本人の悪口、愚痴を言わないようにと強く言ってきましたが、まだ十分ではないかもしれません。そして私たち支援者は本人や家族の声に共感しながらも、支援者自身は一緒に落ち込まずに共感はしても明るく振る舞うということを心がけました。はい、お願いします。現在の翼の活動としては、毎月2回、第1と第3の木曜日、10時半から15時まで行っております。しかし、このコロナ禍では昼食を挟んでの活動はできないので、午前中だけの活動になってしまいました。会場は市民センターをお借りしております。会場費は仙台市の協力で減免となっております。最初の頃は自分たちで会場を探し、予約し、そして自分たちでお金を払って開催しておりましたが、今は本当に助かっております。参加者は40名ぐらいです。だいたい40名ぐらいかなと思うんですけれども、その内訳は本人であったり、家族であったり、私たちのような支援者であったり、あるいはボランティアさんたちが参加してくださっています。内容としましては、第一木曜日は本人、家族が一緒に活動します。合唱もいたします。本人と家族が一緒に活動することで、家での本人以外の姿を、みんなの中での生き生きした本人の姿を家族が目の当たりにすることができます。第3木曜日は家族と本人が分かれて集っております。本人の集いは本人ミーティングなんですけれども、この頃はゆったりまったり過ごすことがいいよねということで、まったりカフェと名付けて開催しております。そして家族も本人の前では言えない胸の内を家族同士で話し合い、共感し合っております。その他にスポーツカフェ、これは認知症カフェなんですけれども、第2、第4、第5木曜日に実施しております。いわゆる毎週木曜日に、私たちの集いが行われているということです。次お願いいたします。はい、この写真は本人の集い、まったりカフェの風景です。この左側の写真は、新聞ですね。新聞を見ながら、この新聞の中から自分が気になる記事を探したり、あるいはその記事がちょっと難しい、面倒という方は、気になる写真を探したり、イラストを探したりして、
それぞれが話題提供して、みんなでそれを話し合ったりしました。それから下の写真は楽しいこともやります。輪投げでゲットということで、いろいろな食べ物であったり飲み物を輪投げで取って、そして自分のものにするという、まあ結構物がかかると皆さん真剣に楽しくやられています。それから家族の集い、相談会なんですけれども、やはりこれはいろいろな深刻な話、家族同士の情報交換、そして家族同士のアドバイスが話し合われます。この家族の集いは最初の頃は私たち世話人が司会をしていかがですかとかっていうふうに回しておりましたけれども、今は家族たちが代わり番号に司会者となって自分ごととしてこの相談を捉えるようにしていただいております。はい、次お願いいたします。活動している中で本人や家族から私たちの活動の発表の場があるといいねという声からいろいろなところに行って発表いたしました。左側のグリーンのセーターを着ているこの写真は高校生と一緒に合唱のコラボをいたしました。それから、右側の大きな写真は、世界アルツハイマーデー記念講演会で県外から呼ばれて私たち、翼の本人たちが講演したり家族の思いを発表したり合唱を発表したりとみんなで出かけて発表いたしました。それから、左の写真は先ほど一番最初に見ていただいた、ADI の2017年に行われました ADI の時にオープニングで歌わせていただいた翼合唱団の写真です。そして真ん中は認知症の当事者たちが講演をいたしました。いろいろな認知症の方がおります。丹野さんのようにいろいろとお話ができる方、それからとつとつと話をする方、隣の人から助けてもらいながら自分の今喋ってるところがどこだっけというのを当事者同士助け合いながらの発表もありました。そして右側の写真はまた外国の方との合唱のコラボの写真です。次お願いいたします。認知症当事者との出会いと活動から私たちはいろいろと気づきました。今まで私たちは本当に本人の声をきちんと聞けていたでしょうか。もしかしたら認知症の人の声としてしか聞いてなかった。固有名詞の何の誰それの声としてではなくて、認知症となってしまった人、いわゆるその人にすべて認知症というベールをかけて物事を聞いていたのではないでしょうか。はい、次お願いいたします。声を聞くとは、思いを受け止めるということだと思いました。今までは当事者の声が聞こえない、当事者は話せない、そんな声も聞いておりましたが、実は聞く方がちゃんと聞いていなかったのではないでしょうか。聞く耳を持っていなかったのではないでしょうか。そして一番身近な家族が隣にいる、目の前にいる当事者の声に耳を傾けてきたでしょうか。わかったわかった。あるいは何回も言って、そんなことで本人の声をきちんと聞いてこなかったのではないでしょうか。そして支援者は当事者の声よりも家族の声を聞いてきたのでは、先ほども丹野さんが話をしたように、家族の介護負担軽減のための支援、それが
当事者支援者は中心にやってきたのではないかなと思います。はい、次お願いいたします。それでは私たちができることは何でしょう。認知症になってもその人らしくあり続けるために、その人とは認知症になった人ではありますが、私たちがその立場になったときに、私らしくあり続けるためにというふうに考えてもいいと思います。一人の人間として尊厳を持って生きていける地域、社会を誰もが自分のこととして考え、作っていく。当事者、家族の声を聞きながら、その人らしくとはを考えて支援し、共に行動する。自分が認知症になった時に認知症だと言える地域になっているでしょうか。誰もが自分が、親が、子供が認知症になったらと考えてみることが大事だと思いました。次お願いします。認知症当事者からの学びとして、丹野さんとは翼で出会いました。2013年に39歳でアルツハイマー型認知症と診断された丹野智文さんが翼に参加されました。私は思いました。この若さでこれからどうなるのだろう。助けてやらなければ、守ってやらなければ。39歳で認知症なんてかわいそう。当時、私がこのように思ったのは事実です。はい、次お願いします。私から見た丹野さんの変化です。丹野さんと一緒に活動し、講演しているうちに、丹野さんはどんどん変化していきました。これは私は進化だと思っております。もしかしたら進化ではなくて、診断された時に落ち込み、そしていろいろな人と出会ったことで、また元の力を発揮することができたのかもしれません。しかし私はこれも進化と捉えました。診断後、絶望し、不安し、不安になり、認知症イコール終わりと思って落ち込んでしまった丹野さんは、認知症になってしまった人そのものでした。そしてそのうち、他の当事者、支援者との出会いがありました。他の当事者とは、丹野さんが最初に出会った元気な認知症の当事者、それからスコットランドの認知症当事者、それからワーキンググループの仲間、オレンジドアの仲間、そういういろんな当事者との出会いがあり、支援者とは医療関係者、施設関係者、研究者、いろいろな人たちと出会ったことで、どん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 進化していきました。そして、認知症になってしまったその人から、病気を受け入れ、認知症と共に生きる人と進化していったのです。その丹野さんは、社会へ発信しました。発信、講演などの発信の活動をするようになりました。そしてオレンジドア、ワーキンググループなどの本人支援活動も行うようになりました。次お願いします。支援者としての私も変化をしていきました。最初の頃、どうしたら力になれるだろう。社会から守るためにはどうしたらいいだろう。偏見にさらさないように、あるいは失敗を補わなければ。これは最初に丹野さんが多くの人の前で講演をしたときに、
丹野さんが失敗しないようにと、失敗した時には助けてあげようと、丹野さんの後ろに背後霊のように立って、丹野さんの原稿をずっと見て、わからなくなったら助けてあげようと待ち構えておりました。しかし丹野さんは失敗もなく、きちんと講演を終えました。これは私の中の偏見でした。本人の前向きな姿からだんだん気づいてきました。そして、失敗したっていいじゃないか。認知症の人のありのままの姿を伝えることで、社会の人々が認知症ということを分かってもらえる。社会を変えていく。そして、その話を、講演を聞いて、社会が変わっていく。このように思うことができるようになりました。次お願いします。活動パートナーとして、そして仲間として、支援者から活動パートナー、そして仲間として、活動パートナーの時は、講演活動に同行しました。パートナーとして講演もさせていただきました。講演活動に同行した時の失敗のエピソードは数知れません。その一つとして、最初の頃、丹野さんが講演するときに、私が丹野さんの電車の切符も預かっておりました。そして出かけるときに、電車が発車するというその間際に、自分のチケットはあるのに、丹野さんのチケットを自宅に忘れてきてしまって、私はもう慌ててパニックになってしまいました。どうしようと、これに乗らなかったら公園に行けない。そのパニックになった時に、丹野さんが声をかけてくれました。大丈夫だよ。また切符買って行けばいいさ、と言ってくれました。その大丈夫だよ、というその一言が、私のパニックの心を落ち着かせてくれました。認知症の方も、いろいろ失敗したりできなくなった時にパニックになると言われております。その時に私たちが大丈夫だよと声をかけたことで、何か心の中がふっと安心感が生まれるのではないかなと私が実感いたしました。そして時には議論、本音の言い合いもありました。ちょっと、もう本当にこうダイナマイトがもう爆発する寸前、私はそのように思いましたけれども、それは家族の本人への関わりのあり方であったり、あるいは本人の思いであったり、その議論を本音で言ったときに、それはいろいろとその考え方の違いというものを感じました。でもその本音でものを言えるということも、活動パートナーとしては大事なのではないかなというふうに思うようになりました。パートナーとして悩むこともありました。私はこのような状況、このような活動をどこまでやるんだろう、どこまでやれるだろう、いつまで、どのように、丹野さんはどん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 進化していきました。その本人への関わり方をどうしよう、そのように思うようになりました。次お願いします。活動パートナーとしての迷い。パートナーとは、共に水平に歩いていくことで見えてくるものがあると実感いたしました。活動する中で楽しいことを共感しました。本人の悩み、苦しさも共有して少しでも理解したいと思いました。そして本音の話し合いから生じる葛藤。理解もすることもできましたが、葛藤もありました。そしてその中から共感というものも生まれました。この悩みの中で、
私はスコットランドを訪れました。丹野さんも一緒でした。スコットランドを訪れた時に認知症当事者のジェームズ・マキロップの支援者ブレンダという方に聞きました。ブレンダはジェームズ・マキロップが認知症で落ち込んだ時に寄り添いながら希望へと導いた人です。その方にパートナーとは私はどうあればいいのかとブレンダは答えました。あなた自身の存在があるということでいいのです。どんどん進化していく本人に対してどのように支援していったらいいか、私の役目は何なのかと不安と迷いの気持ちだったと思います。次お願いします。そして仲間として共に認知症があってもなくてもお互いが支え合い学び合う仲間として診断と出会いから8年、今の姿にここまで来れた丹野さんの頑張りと勇気に尊敬の念と仲間としての誇りを感じています。最初の頃私は聞きました。もし例えば認知症が進行したとしてもあなたは講演を続けて発信していきますか。丹野さんはその時に答えませんでした。自分のその先が分からなかったからだと思います。認知症当事者として絶望の時から希望に向かって進んできて、そしてこれからも歩んでいく認知症の未知の世界。このことを発信し続けていってほしい。それを私は仲間として見つめ、共に歩んでいきたいと思います。次、お願いします。つながりから生まれる笑顔。認知症になると、認知症の方は外に出ることが怖くなり、家族も抱え込んで外に出さなくなってしまうこともあります。外に出て、いろいろな人とつながり、交流することで、いろいろなことが分かり、笑顔が出てきます。この写真のように、認知症当事者と、そして自分の家族以外とのつながりができ、認知症当事者と支援者とのつながりがあり、そして左の下の写真のように、ジェームズ・マキロップと丹野さんのように、当事者同士のつながりができ、そして、右側の写真のように、地域で合唱することで、地域の人々とのつながりができ、たくさんのつながりから、笑顔が生まれてきました。次お願いします。はい、この写真は、先ほども紹介しましたように、翼合唱団が外国から来た、台湾から来ました山嵐合唱団と、そして地元の大学生との交流で合唱いたしました。このようにいろいろな人と交流し、つながり、そして社会に開いていく。このことで私たちは、認知症と共に生きる社会と社会を作っていく、このような活動をしていきたいし、その声を社会の人々もちゃんと聞いていただきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。さまざまな資料やお写真などを入れながら大変活動の様子がよく分かりましたけれども、認知症の当事者とまたそのご家族の方々と長くさまざまに心で寄り添いながら活動される、そんな和光さんの思いが伝わってまいりました。支援される側も支援する側も成長することが
大切だということを学ばせていただきました。ありがとうございました。今一度、丹野様そして和光様に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。それではここで10分間の休憩とさせていただきます。10時50分からはパネルディスカッションの部を開始させていただきますので、お時間になりましたら元のお席にお戻りいただきますようお願いいたします。それでは定刻となりましたのでパネルディスカッションを開始したいと思います。パネルディスカッションでは丹野様、和光様のお二人に加えまして、南草津ケヤキクリニック院長の宮川様、社会医療法人聖光会の吉村様を合わせました4名で進めていきたいと思います。それでは宮川様そして吉村様を私の方から簡単にご紹介させていただきます。まずパネラーを務めていただきます宮川正春様です。宮川様は南草津ケヤキクリニックの院長で認知症専門医としてご活躍をされています。続きまして吉村明宏様です。吉村様におかれましては社会医療法人聖光会に所属され草津市在宅医療介護連携センターの相談員として幅広くご活躍いただいております。それでは宮川様、吉村様、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介をいただきました吉村と申します。草津市在宅介護医療センター、在宅介護連携センターで、ごめんなさい間違えました、草津市在宅医療介護連携センターので相談員をしてます。先日ですが あそっちじゃないですね、丹野さんと、和光様よろしくお願いいたします。宮川先生もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。と先ほど丹野さんからはその、アルツハイマー型認知症と診断されて終わりって思ってたところからやっぱちょっと顔を見ながら後ろ姿になりますがちょっと喋りたいんです。現在に至るまでの心境の変化であるとか、あとその周りの人たちの関わり方、支援というよりはサポート関わってこられた経緯なんかも、ご説明をいただきながら僕衝撃的やったのがですね、できることを奪わないでってあそこすごく力を入れてお話をいただいて、認知症の方だけの話じゃないなと、病気の方みんなこれから残念ながら1年1年2年1年間で、ね、2つ年取る人はいないんですけど、漏れなく1年1年年齢を重ねていきますよね。で、その中でできることを守らないでっていうのはこれは世界共通の話なのかなと思いました。で、お話をいただいて、で和光様からは翼の関わりの中で、当事者の方をどう支援していくのかと、あとその地域をどう作っていくかっていうようなことも通ずる話をいただいたなと思っています。で残念ながらここの話では、ここというか滋賀県草津市の話ではちょっとなかったので、宮川様が本日お越しいただいてますので、先生の方からその現状の診療の場面であるとか、あとその地域に向けての関わりなんかをちょっとお話をいただけたらなと思うんですが、
先生、何の打ち合わせもなくですがいいですか。はい、あのちょっと確かに そんなこと聞かれると思ってなかったので何を答えていいのやらという感じなんですけど、まず、まあ、現状ということですね。当然ながらその、草津市もその、2000年からですかね、介護保険の制度っていうのがあって、でそれに基づいていろんなその介護 そのサービスは提供されてます。で一方そのうちもそうですけども、その認知症を専門的に診断する、まあ、治療する医療機関というのもいくつかあって、で、まあ、医療も介護もあるといえばあるわけなんですけれども、ただその、初期の人をサポートする、あるいはその初期の方の、悩みに向き合ってそこで声を聞くというようなあの、場があるかというと、やはりちょっと、現状まだ 不足しているっていうことなのではないかなというふうに思っております。あの私自身はその自分自身 その診療の中で、患者さん自身と当事者の方とお話をするということ、あるいは ご本人さんとお話をして、ご本人さんに元気になってもらって診察室から出て行ってもらいたいなというふうに思ってはいますし、なるだけそうなるように努めてはいるつもりなんだけれども、一方でやはりその、介護者の方の支援も必要で、その2つをそのなかなか同時にすることは難しい。であの分けてそのご本人さんからお話を聞き、その後介護者の方からお話をして、聞きというやり方をしておりますけれども、まあ、あのそれがいいのかどうかっていうのも迷いながらやってるという現状ですし、あのこれはまあ精神科の医療機関だからまだしもそこに時間をかけてできるっていうところもありまして、あの医療の中の、課題なんじゃないかなというふうに思ってます。そんな感じです。ありがとうございます。その草津市でも認知症のサロンってありましたよね。はい、あのあって、まあ、圧倒的に高齢者の方が多いのかなという気はするんですけど、あのご家族の方を支える、支え合いの活動があったり、あの当事者の方を支えるところ、あの、まあ、市内だけで完結するのではなくて、あの県内にもあの積極的に取り組んでおられるところがあったりするので、その辺をあの介護医療福祉 の、専門職は知っててくれてはると思いますし、あと、まあ、行政の方々っていうのもあの認知症に関しては特殊な病気というよりはあのごくごく当たり前に、誰もがなりうる、病気、まあ、そういうあの症状というようなお付き合いをするという、まあ、認識のもとにあのいろんな方が、つないでいただくことは可能なのかなと、今現在はできているのか、特に市役所、あの先ほど市長もお話しされてましたけど、条例があって、寄せ上げての取り組みがあるという中で、その田野さんがおっしゃっていただいてた、あ、僕ばっかり喋ったらあかんですね、ってなると余計にテンパるんですけど、あの田野さんがおっしゃっていただいてた、その自分の活動を、まあ、あのまあ、やり続ける、自分ができることをやり続けるためには周りのサポートが必要で、そこも理解するその地域全体というか、まあ、地域全体というとちょっと大きくしてしまうんですけど、あの、まあ、当然ご家族の方であったり職場の方で、職場の方の中でも本人、あのその直接接する人だけではなくて、その周りの人も含めて当然社長の理解者もおられるわけですよね。ですので、まあ、地域全体でっていうことになってしまうんですけど、その辺の関わりがあの意識づけられたらなと思っています。で、何を話をしようと思ったんやかな、ちょっと時間があんまりないんですよね。あの
ちょっと、はいはいはい、あのちょっと僕からあのこういう機会なんで、その丹野さんと和光さんにあのお伺いしたいことがあるんですけれども、あのこう当事者同士のつながりをあの作るっていうことが、あの診断直後から非常に大事だっていうことをおっしゃって、で私もそうなんだろうなと思うんですけれども、なかなかその当事者の方がそういう場に声をかけて出ていけるかっていうと、なかなか出ていけない方もいらっしゃるだろう、あるいはそもそもそういう場がなかなかなくって、そんなところには行きたくないっていうような場しかないみたいなことになってしまうのかなと思うんですが、そこでそのどういう声をかければいいのか、あるいはどういう場があれば自分は出ていけるのかということを教え願えればと思うんですが、あの仙台では7年前からその当事者同士が出会える場と、元気な当事者と不安を持った当事者が相談乗れる場を作ってきました。でも2年3年前くらいからかな、ここに来れる人たちはいいよねっていうふうに言われ続けて、じゃあどうしたら家に引きこもってる人たちと出会えるかっていうことを考えました。で今実は3年前からなんです、2年前からかな、あの診療所の中で診察終わったり診断終わったらすぐ近くの部屋で元気な当事者と不安を持った当事者が出会える仕組みを作りました。そこに今40代から87歳の人まで関わってもらって、そうすることで本当に元気になるんですよね。でそこにレビーの人にはレビーの人がつながるし、女性の人には女性の人がつながるしっていうことで、先生がとこの人につなげたいなと思ったらそこに予約を入れてしまえば勝手につながるんですよね。で病院の中で実はと運転免許を考える集いっていうのもやってます。これは運転をやめたくない当事者とやめた当事者がとことんまで話し合います。これもね、家族が無理やりやめさせた人はその後結構怒ったり奪われたっていう言葉を言うけど、本人同士で話し合う、この時にメリットとデメリットはちゃんと言います。本人はそうすると 1,2 回ではやめないけどね、 3,4 回で間違いなくやめますよ自分で。そうするとその後は何の問題もない、奪われたって言葉も言わないし、なんだろう、その後に無免許で運転することもないし、そうやって本人同士が出会って、本人同士で自分で決めるっていうことをずっと応援しているのが私たちの活動なんですよ。で、今、仙台市内では講演する当事者が20名ぐらいいます。それも、どこに講演しに行くかっていうのも自分たちで決めてます。だから支援者はあくまでもこう黒子に徹してくれてて、本当にあの本人たちが本当に診断直後の当事者に元気をつけるっていうことをやってくれてます。以上です。ありがとうございます。あの和光さん、その付け加えていただくことありますか？はい、はい、そうですね。あの今丹野さんの活動しているあの診療所で当事者と出会う場を作っているということもとても素晴らしくて、本当に直結できる場だと思っております。それから私どもの会にはあの医療者、まあ、受診された方が、先生があのあそこに行ってみなさいと、翼に行ってみなさいというふうにご紹介してくださる医療者からのあの紹介があります。そこで私たちのところに来て本人同士で出会うということがあります。丹野さんは自分で探して私たちのところにつながりました。それでもそういう方はなかなかいなくって、大体はあの医療者からの紹介であったり、あるいはこんな会があるからということで、家族が最初は、まあ、嫌がる本人という方もいるんですね、っての一緒に来て、それでそこで仲間と出会うことで本人同士との出会いがあり、つながりができるということがあります。それから田野さんもあの代表になっているオレンジドアというものがありまして、でオレンジドアもあの本人があのそこに行って、自分の悩みを本人同士でまあ聞いてもらうというような集まりで、田野さんが実行委員の代表で私も実行委員なんですけども、その場もあります。
そこに行くことで本人同士の出会いがあって、そこでつながりができると。だから、やっぱりこう、丹野さんが最初に言ったように直結できる場、あるいは医療者からの紹介の場、そして最初は嫌だけれども、家族に連れられてきて、それでそこで当事者と出会って、つながりができる。そんないろいろな場面が、宮城ではできております。はい、以上です。ありがとうございました。ごめんなさい、宮川先生の話に乗っかってですけど、今の、取り組みというのは若年の方とか何にも関係なし、ね、高齢者もたくさん来ますよ。ですよね、はあ、はい、もう、同じような疾患をお持ちの方は全て、だから40代から90代まで来ますよ、はあ、なるほど。と、そういう関わりっていうのをその浸透させていくっていうのはもう地道な人と人とのつながりで、そうですね、誘い合ったり支え合ったりの中でつながっていくっていうことですね。で、最近では当事者同士の勉強会っていうのもやってます。その勉強会も自分たちで考えるんですよ。何を勉強するか、自立について、草津の条例についても勉強しました。うん、そうやってこの条例がどういうふうにいいのかとか、そういうのも勉強しました。だって勉強会もやってるんですけど、この間は11名来て8名1人で来ますよ。もうでも間違いなくみんな道に迷います。でもそうやって道に迷うときに遅刻してきてもいいんですよ。でもそうなるとこう道に迷ったってなると、こう支援者に言うと、大体、じゃあ迎えに行くよとか、誰かと一緒に来てっていうパターンが多いんですけど、私たちはそうではなくて、じゃあ道に迷ってきた。全員着いたらどうやって来たかってことを話し合うんですよ、みんなで。そうすると、道に迷ってきたよって言うから、それは認知症だからしょうがなくないって。当たり前のことだよって。じゃあ本当にどうやって来たのって言ったら、人に聞いてきたよって人が多かったんですよ。じゃあどうやって、誰に聞いてきたのって言ったら、おじさんに聞いたら反対方向を知られた。学生に聞いたらスマホで調べてちゃんと教えてくれた。じゃあ今度来るときどうせまたみんな道に迷うんだから、じゃあ今度来るときは学生に聞けば全員うまくいくよねっていう、次来るときの備えを作ってるんですよ。これおじいちゃんおばあちゃんたちも同じで、次来るときの備えを作ればいいのに、すぐね、なんか迎えに行くよっていう人が多いんですよ。仙台で飲み会した時も、和光さんに言ったら迎えに行くよって言ったんだけど、それはやめてって言って、じゃあどうしたかっていうと、5時からの飲み会なのに、1時に1回下見しに来た当事者がいるんですよ。そうすれば一人で来て一人で枯れるんですよ。だから本人の力を信じる。心配してもいいけど、信用してあげる。これが一番大切ではないかなと思ってます。なかなか段階的なんですよね。ずっと毎日ついてる方がある日突然一人で行ってこいなんてことは無理ですし、普段からの関わりの中で普段のできることできないことをちゃんと理解した上で、プラス今日はそこまでチャレンジしましょうですか、それともいや花から行きますか。なんかだから診断直後が大切なんですよ。診断直後にみんな先回りしてやってしまうからおかしくなるんじゃないかなと思うんですよね。最初から奪い取ってしまうからできなくなる、うん、そうなんですよ。最初から奪い取らない。で、やってしまえばやってしまうほど依存っていう病気が発生するんじゃないかなと思ってて、よく認知症の人でこう見てると、家族が立ち上がった瞬間で目で追ってる当事者いっぱいいますよね。あれはもう不安で家族がいないと不安で不安でしょうがない、依存っていう病気になってしまってるんじゃないかなと思ってて、それを発生させないように最初からできることを奪わないで、本当に自分の力で来れるための工夫を一緒に考える。だからどれだけ工夫するかっていうことが大切かなって思ってました。そこは、工夫の仕方はみんなで相談しながら、そうです、教えてもらいながら、支え合いながら、はい、当事者の声を聞きながら、聞きながら聞いてですね、はい、肝に銘じさせていただきます、はい。時間が、はい、
先生これだけは伝えたいみたいなことは、あと5分しか、10分か、はい、あと10分でございますので、はい、じゃあもう一個だけちょっとあの質問をお伺いしたいんですけれども、あの田野さん現在その定期的に通院されているということで、うん、まあ、これは私自身 のために聞きたいということなんですけれども、はい、その認知症を専門にして、医療をするというその、まあ、医者の役割っていうのはどうあるべきで、どんなことをするのがその医者の仕事なんだっていうふうに、あの田野さん自身がそのいろんな当事者の方からそのご自身が受けた医療のことも聞いてらっしゃると思うんで、うん、それも含めてそのどういう医療が望ましいのかっていうことをちょっと、教えていただきたいんですが、やっぱり私は医者から、医者の役割っていうのはやっぱり適切な診断と、あとその後にやっぱりつなげてくれる、どこかにつなげてくれるっていうことが大切なんではないかなと思うんですよ。でやっぱり、まあ、先生によってはいろんな先生がいるんですけど、やっぱりパソコンだけ見て家族に話をかけてる先生も実は中にはいるんですよね。そうじゃなくてやっぱり本人に話をかけてほしいし、やっぱり本人に聞くっていうことが一番大切かなとも思ってます。でやっぱり先生はやっぱりちゃんとした診断をしてほしいっていうのがあって、その後にやっぱりソーシャルワーカーとかそういうところにつなげてもらって、そこでソーシャルワーカーが重度の情報ではなくて、その段階にあった適切な支援をちゃんと教えてほしいんですけど、今のところすぐ診断直後に重度の情報を教えて備えましょう、介護保険をとりあえず取っておきましょう、これが多いんじゃないかな。とりあえず介護保険を取りましょうっていうのが多くて、本当に必要じゃない人にとって、私も言われました、30代で認知症って言われた時に介護保険が使えません、でも来年使えるからすぐ取って会社を辞めてデイサービス行ったらどうですかって言われました。だから本当に本人のことは関係なしに介護保険につなげる人たちが多いので、そうではなくてちゃんと段階にあったこと、こう支援を一緒に考えてくれる人につなげてくれたら、その人は本当幸せになるんじゃないかなと思うので、仮に進行していってもとよりよく生きることはできると思っているので、先生ぜひよろしくお願いします。あの私自身の経験としても、あの若年の認知症の方、アルツハイマーの方診断された後にその、まあ、地域の相談機関、まあ、地域包括支援センターに相談すると、やはりその介護保険の話をされて帰ってこられて、で私から見てもとてもその、年齢的にもその例えば自分の親と同じような年齢の方と一緒にデイサービス行くなんていう姿はちょっと想像できなくて、うん、むしろあのまだあの60代なんだから仕事ができるんじゃないかということで、うん、あのその方法をいろいろとあのやっていて、まあ、結果的にあの障害者の方の作業所に通っていただくことになって、それが非常にうまくその、まあ、ご本人さんにとって楽しく通える場になったので、もうそれから何年かな、5年ぐらいあの通っておられるんですけども、うんうん、まあ、そうするとあの田野さん、その若年の方は進行が早いって最初に言われてるけども、そうでもないんだっていうふうにおっしゃってて、まさにそうかなと。その方も何年も経ってもそんなに状態が変わってなくて、進行しているようにもあまり見えなくて、あの生き生き仕事をされてるんですね。でやっぱりあのそういうふうにこう生きがいを持ったり生き生き生きるっていうこと自体がその疾患を進行させないためにすごく役に立つのかなというふうに私は思っています。そうですよね、進行はするけど、なんかこう周りの人たちの環境が良ければ元気に過ごせるかなとも思ってます。なんかあの地域包括支援センター等で働いてた私としては怒られてるような気にしかならんのですけど、そればっかりじゃないです、はい、とあの介護職を代表して今その草津市内でもそのデイサービスあのお迎えをする、まあまあ、当然来られる方は受け入れるんですけど、そこで何ができて何をしますか、今日何しましょうとか、
その昔のような以前の、介護保険できた時のデイサービスだけではなくて、自分たちで考えて今日俺これする、まあ、この指止まれまではいかないですけどね、今日何かしたい人いますかとかっていう取り組みは少しずつ出てきてますし、だいぶ多様化してきたのかなという思いはしています。まあ、当然その若年性、まあ、田野さん30代なので、多分その介護保険のサービス事業者さんとかは度肝抜かれはると思うんですよね。ただ60代70代で80代の方でも当然できることをできるだけ続けられるようにっていう動きはあるのかなと思ってますし、会場にお越しの皆さん安心して、嘘ですよ、それならへん方がいいんですけど、なった時にもご自身のお体の状況に合わせて介護保険のサービスっていうのも徐々に動き出しているのかなと思ってますし、今日田野さんのお話を聞かせていただいて、もう一回改めて、まあ、ここにもね介護のサービス事業所の方もおられますし、オンラインでもたくさんおられるみたいなので、もう一回、個別性、まあ、ひっくるめて、認知症ってひっくるめるんではなくてね、その人その人の、できることできないこと支援の仕方っていうのを具体的に一個一個、まあ、それがまた楽しいのでね、あの人まだこれができたとかこんなんしてきはったでって言ってわーわー盛り上がりますので、そういう明るく認知症と向き合えるような地域ができたらなと思っております。はい、いいですか。どうぞお時間。はい、あ、はい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 、和光さんごめんなさい、はい、すいません。私も矢野さんの当事者としての思いもとっても本当に実感してますし、それから家族とも付き合いあるので、家族の気持ちもよくわかるということで、条例を作る上でも、田野さんたちが条例の案を出してくださいました。その時に田野さんにお話ししたのは、家族にもその条例の案を、見せて、家族の意見も聞いてくださいねというふうにお願いして、田野さんが、家族の会の方に、あ、翼さんに来てくれて、条例の案をいろいろ説明してくれました。その時に、やはりその条例というものは、一番はやっぱり当事者のための条例であるけれども、それは家族のための条例でもあり、そして市民のための条例でもあるというふうに思っております。それで、仙台や宮城県でも今条例に向けていろいろ話し合いをしているんですけれども、そこにどういう、やっぱり本人視点というのは真ん中に据え置いて、そしてそこで周りの方々がどう考えていくかということ、この条例に向けて本当に大切なことかなと思っております。ここのところの草津市にもちょっと学びたいなと思っております。はい、家族の声も本人の声も一体的に支援していくことこそ大切なものではないかなと思っております。はい。はい、ありがとうございます。当事者サポート、まあ、身近な人、専門職行政全部つながって、明日はって言うとあれですけど、まあね、他人事ではないですし、我が事と考えて、これからも進めていけたらなと思ってますし、市役所さんよろしくお願いします。はい、ではパネルディスカッションをこれで、締めさせていただきます。お時間いただいたありがとうございました。どうもありがとうございました。田野様とそして和光様のご講演並びにパネルディスカッションでは大変な貴重なお話をお伺いすることができました。ありがとうございました。それでは会場でご参加いただいております皆様から、限られた時間ではございますが10分程度質疑応答の時間を設けさせていただきたいと思います。ではご質問のある方は会場内にスタッフがおりますので挙手をお願いいたします。どなたかこの機会にご質問ございましたら
よろしくお願いいたします。はい、前の方どうぞ。こちらでも、はい、マイク持ってきますので。あ、座ったままでいいですか。はい、いや別に私ね、うまいこと喋れるかどうか分かりませんけれども、今日のシンポジウムに参加して本当に良かったと思います。一番良かったと思います。私は認知症というのは高齢者がかかるもんやっとばっかり、そういう先入観を持ってたんですけれども、39歳でアルツハイマー認知症にかかられて、それでものすごく努力された、そのことをものすごく感動しました。ノート2冊、それものすごく印象的で、本当にもっと私らも頑張ってね、そういうことをしなければいけないと思います。どうもありがとうございました。失礼します。はい、ありがとうございます。丹野様、いかがでしょうか。今のお言葉聞かれて。そうですね、若い人ばっかりではなくて高齢者もなる病気だ、高齢者だけではなくて若い人もなる病気だとは思うんですけど、認知症の症状っていうのは高齢者だろうが若いだろうがほとんど変わらないなって私当事者と喋ってて思うんですよ。ただそこにやっぱり老化っていうものがあるからね。なので情報量が少なくなってきてる部分もあるので、とりあえず自分ができることを頑張ってもらえればいいかなと思うので、あんまり無理しなくていいですので、とにかく頑張って長生きしてもらえればと思います。ありがとうございます。最前列のご質問された方よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ではどなたかもう一方お伺いさせていただきましょうか。いらっしゃいますでしょうか。おられませんか。では、和光様、何か今日お聞きいただいております草津市民の皆様に何か伝えたいこと最後にありましたらお願いしたいと思うんですが。はい、そうですね、最初草津市って言ってで分からなくて、長野県の草津かなって思ったりもしたんですけど、ちゃんと草津市ということで、今回は、お話をさせていただいて、本当に、嬉しかったです。やはり、丹野さんの声、それから、私がお伝えした家族も、本人と同じように、悩みを持ち、本人がいくらかでもこう元気に暮らしていただける、あるいはより良い暮らしをしてもらえるというふうに思ってはいるのですけれども、そのやり方をやはりその家族自身も学んでいかなければいけないと思っております。良かれと思ったことが、それが本当にこう、本人のために良かったのか、あるいは自分の家族のための良かれだったのか、そこのところ、やっぱり家族自身も、私が家族の立場として言えば、家族自身も学んでいく必要があるなと思っております。今日お機会に、やっぱり家族の方も、もう一度本人の声を聞きながら、家族自身、自分たちはどうであったかということを、もう一回していただくとありがたいなと思っております。はい、以上です。ありがとうございました。それでは質疑応答の方終了させていただきます。皆様ご協力ありがとうございました。それでは最後になりました。ありがとうございます。それでは最後に草津市健康福祉部長増田隆より、閉会の言葉を申し上げます。皆様、本日は何かと答えの中、草津市認知症シンポジウムにご参加をいただきまして、誠にありがとうございました。次節から宮城県からリモートでご参加をいただきました丹野様、和光様におかれましては、認知症の当事者として、またそのご家族、パートナーとしての視点で分かりやすくご講演をいただき、大変貴重な気づきを得ることができました。
また宮川様と吉村様にご登壇をいただきましたパネルディスカッションでは、その気づきが理解へと深まり、私たちがこれからどのように行動していくべきかに思いを馳せることができました。今後も認知症の人やそのご家族の思いが尊重され、すべての人が地域の一員として安心して暮らし続けることができるまちづくりが実現できますよう、本日ご参加の皆様のご健康とご活躍を心より記念いたしまして、お礼の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。どうもありがとうございました。本日ご登壇いただきました、宮川先生、そして吉村先生、どうもありがとうございました。そして本日ズームでご講演またシンポジウムご出演いただきました丹野様、和光様、並びに、ズームの受講生の皆様も、本日は誠にありがとうございました。以上をもちまして草津市認知症シンポジウムを終了させていただきます。どうぞ気をつけてお帰りくださいませ。本日は誠にありがとうございました。それではお知らせをさせていただきます。ホールの受付前におきまして、認知症川柳の作品を展示させていただいておりますので、お時間が許す限り、ぜひご覧いただきたいと思います。また2階の文化教室2では11時30分から12時30分まで1時間、草津市認知症初期集中支援チームによります相談会を実施させていただきます。専門職の方に気軽に相談できる機会ですので、ぜひお立ち寄りください。さらに2階の研修室におきまして、12時30分まで認知症カフェ体験会を実施しております。毎月第1金曜日に西市会館で実施されている認知症カフェの活動を本日に限り出張で体験していただけますので、こちらも合わせてお立ち寄りください。場所などがわからない方につきましては、お近くのスタッフまでお声かけいただきたいと思います。本日は大変お忙しい中ありがとうございました。